高木明5月から1966年11月17日は、日本の教育者、政治家、国際短期大学の創立者にして、初代学長、息子は二代目学長の高木一名、衆議院議員、東京出身、1926年、日本大学専門部法律科卒業、同専門部法律科復讐に就く、1928年よりに、 小学籍専門学校講師。1933年、中野高等無線連進学校を創立し、幹事に就任。1941年、財団法人中野学園を設立し、道理事長に就任。中野学園中学校を創立。1946年、国際外国語学校を創立し、同学校長に就任。1948年、 財団法人中野学園を財団法人国際学園に改称し、中野学園中学校を国際中学校と国際高等学校に変更。1949年、第24回衆議院議員総選挙で東京を4区より民主自由党の公認を受けて立候補し、初当選。同年、民主自由党の政調会文部副部長に就任する。九百五十年、 国際外国語学校を母体として、国際短期大学を創立し、同所大学長に就任。1951年、学校法人国際学園初代理事長に就任。1952年、第25回衆議院議員総選挙で、民主自由党の後継政党の自由党公認で、出馬するも落選。以後、数度立候補するものの落選し、政界を引退する。 1953年よりに小学籍大学文学部客員教授に就任。ありがとうございます。